電気床暖房工業会は、床暖房のうち、特に電気式の床暖房のメーカー団体、正式名称一般社団法人日本電気床暖房工業会である。S. j ェ認証制度の S. j ェマークを発行している。電気床暖房の施行例床暖房のうち、特に電気式の床暖房のメーカー団体である。ただし、一口に電気式の床暖房といっても、 発熱方式は多岐にわたる。電気床暖房工業会ではそれらメーカーの製品を評価するために電気床暖房自主基準を策定し、評価試験を行った後、製品に対して認証マークを発行する SJEF 認証制度をとっている。そもそも日本で最初に施行された床暖房は電気式床暖房であったが、路面凍結防止、融雪や施設向けの利用が主であった。 1990年代になると、温水式の床暖房が普及し始め、東京ガスなどが積極的に PR を行った結果、一般家庭にも床暖房が採用される下地ができた。その頃になると、電気式の床暖房も家庭用に普及し始めたが、温水式床暖房は、大手ガス会社が主導したのに対して、電気式は多くのメーカーが様々な製品で、市場参加したため、 中には十分な安全性を備えていないものも存在し、安全性の問題が浮き彫りになってくる。そういった背景を踏まえ製品の安全性、耐久性を評価する目的で、電気床暖房自主基準が策定され、2005年から認証制度が始まった。もともとは、第1編から第4編からなり、第5編は、急速に普及し始めた。 PTC 床暖房について策定されている。シートタイプ薄型ヒーター郵便番号130-0005、東京都墨田区、東駒型 3-8-1ID、1953、ビル101号室。ありがとうございます。